おはようございます。どうぞ。髪の毛だけお願いします。はい。失礼します。はい。ネタ番組か何かですか。です。あ、そうですか。あのうちのスタッフが、はい、すごいファンで。マジですか。はい。あのまあ美容師君がやってるんですけど、はい。はい。うちのスタッフがすごいファンで、ああ。見てくれ見てくれって言って、はい。仕事中にですよ。すごい言ってくれ熱狂的な。マジですか。はい、ありがとうございます。仕事中やろうっつってね、まあ、見ないですけど、もうすごいですね。ご活躍で。いい。本当になんかうちの美容室に一回来てほしいみたいな。言ってました、うちのスタッフが。あ、ほんまですか。よかったら、全然、あの機会あったら、来てください。どこですか。ちょっと集中させてください。やっぱりね、芸人さんっていうのは本当に僕すごいなって尊敬してるんですよ。ミミ、あ、ミミ持っていきます。あ、違います。ついちゃってるんで。ここ。いいですね、だいぶテカリも出てきて。 OK っす。おしぼりかな。もうちょっといきます。あ、大丈夫です。はい。耳つっちゃった。楽しみにしてます。ありがとうございます。セットできてる感じで、はいはい、ちょっとだけ整えさせてもらっていいですか。はい、すいません。バラエティの収録って珍しいですね。そうですね。でも最近はちょっとずつ濃くなってきました、はい、トーク番組っていうのね、うどうなんですか。やっぱりあんまり得意ではないです。あ、そうですか。僕見てる感じではすごく自然におしゃべりされてて、はい、素敵だなと思いますよ。ありがとうございます、はい。でもね、女優さんがこうバラエティーに出るっていうのは難しいかなと思いますよね。あ、そうですね。まあでもね、やっぱこのいろんな作品に出られてるじゃないですか。はい。そうだね、この宣伝っていうのは必要ですもんね。やっぱ上手な方いてあるじゃないですか、俳優さんでも女優さんでも。バラエティーね。そうですね。あの、それ、すいません、ちょっとお耳。あ、結構強いですね、髪。そうですね、サイドが。髪は強い方だっていうふうに言われますね。失礼します。何にもかけないですね。ごめんなさい、すいません。あ、一応でも飛び散らないようにはさせていただいてますので。今それは何をつけて、はい、結構ぴったりになってきましたね。はい。これから一応あのバラエティの収録で、はいはい、トーク番組ですか。いつもあのやっぱりイメージがあるので、はい、ナチュラル名でお願いして。わかりました。じゃあナチュラルに顔がね、くっきり出るように。ナチュラル前髪、ここがね、やっぱり顔だけにならないな。ちょっと
本当にあの映画とか見させていただいてます。例えば何見ていただきました？あの最新のやつね、やっぱキャストの方もすごいですし。何ですか？ちょっとすみません、はい、集中させてください。よし、ちょっと整えます。よし、はい、 OK です。これあ、もうちょい足しましょう。大丈夫です、すいません。大丈夫ですか？もう大丈夫です。ちょっと跳ねてるところでちょっと手借りがね、なかなか出さないと出にくいんで。 OK、 はい、ありがとうございます。応援してますね。じゃんじゃん。